Thank you very much. さてが来ました。ライスちょうだい。美味しそう。すごい大量。これぐるぐる、これすごくない？これどんな何個入ってるかも分かります。今日梨がなかったもんね。で、新しいちょっと梨を頼んだでしょ。同じって言われた梨インピっていうがなくって、なんだろう、同じ成分成分。今日はアヤムをいっぱい頼みました。美味しそうじゃない？なんか、あ、ほら、美味しい。美味しい。これつけて食べる。食べに来るんだね。どこにいたの？
食べたの。ああ、私一口食べたの。いいよ、食べて。いや、もうパパ。ご飯食べなさい。あ、かのんちゃんだ結構食べてきたんだよ。あ、そうなの。人一番いろんなの食べてきたじゃん、みんなレッスンやってる間。あ、そうか。そう、お腹空いてないの、かのんちゃん。キキナレ結構美味しいんじゃないのこれ。すごい無言ですごい食べてるけど、焼き加減ちょうどいいのよ。なんかそう言ってた、焦げの部分とあの焦げてない部分でちょうどいい感じだって言ってた。だって焦げがカリカリで焦げの苦いところを消してくれるもん。美味しいのね。へえ。さあマミーも食べてみる。いい、食べて。いただきます。ママ、また。何何、いや、あ、かわいいね。かわいい猫ちゃんがいました。一緒にご飯にゃさあ、ではまた食べてみます。食べてないけど大丈夫かな。でも食べてないけど、うん、食べてたよ。すごい食べてたよ。あ、美味しい。レモンの守り紙みたいに後ろにいる。味元に行った。おいしい、おいしい。中ジューシーに。キュウリも食べよう。何しちゃった？あそこの猫ちゃん。あれ？そう。ダギン食べていいの？食べていいんじゃない？食べる？ダギン食べたい人いる？あ、キキ食べた？食べてない。食べる？いらない。あ、アヤムは好きだろうね。ソースつけなくていい、ピーナッツソース。いやいや、ご飯で食べたけど早かったから。中国人の子がいっぱい。あ、ちょっとソース辛いとこに当たっちゃった。でも美味しい。食べ物で遊ぶんじゃない。まあ、どっちも言ってるわ。うん。やっぱウサギはトライすべきだったの。売ってないよね。No。 あれ、ご飯食べちゃったの？食べた。え？一緒に食べてみたかった。食べちゃったよ。いいよ、キュウリ食べよう。パパが大根を食べるよ。玉ねぎ食べよう。あれ、キュウリ、もう次の猫。あ、ここなんか薄らってきたから、え、ちょっと食べてみたら、あの猫だった。あ、大丈夫、これまだあるよ。こんなんいっぱい、結構なんか一つ食べるとお腹いっぱい、なんかずっしりくる。
ね、日本と日本えのくん日本鶏はダメじゃない？一本ずつ食べましょう。日本食べるな。ピザやめられない止まらない状態。今日なんかすごいバクバク食べてる。この美味しいんだやもん。あのノアくんもやめられない止まらない状態。並んでる、すごい。お昼前に来るといいね。もう並んで多分食べるまでに時間かかりそうよね。だってあの配達の方もいっぱいだもんね。最後いただきます。あ、大事にと。はい、パパ。ねえ、ソース美味しいけどね。美味しいけどね。ほんのちょっとでいいの？レノンソースは。確かにね、お肉美味しいから。だけどソースも美味しい。でも辛い。はい、大事にあと最後食べるのね。Thank you. Okay. Very good taste.